RCIC がなぜこんなに長く持ってくれてるのかっていうのがあってですね。そうだよな。うん、ちょっと、うん、だからこれが常識を超えてると思うんですよ。いつ死んでも、まあ、おかしくないで踏ん張ってくれてるんで、というのはあるんですよ。おっしゃる通り。うん、と、そうすると、そうすると、そうすると。いや、まあ今の、うん、今の、あの評価は、まあそれなりに、ちょっと、することにして。ただ、あの、今から1時間後でもそんなに保証されないぐらいに思ってた方がいいかなっていう気は、個人的にはしますがね。まあそうだね。まあその通りだと思う。だから、今のやつ、まあ一応その心づもりとしてやってみた。あと3号機の時にさ、あれ、3号機も SRBN 吹かしてるわけでしょ。吹かしてます。そうです。吹かしてます。その前後でさ、その水位がどんぐらい変わったかっていうのが一つのベンチマークだと思うんで、でまあ、それで一応心づもりした上で、それで今の、その、それで吹かしてみて、あと水一生懸命入れるということかな。はい。はい、あれ、減圧するので、あの、水位はおそらく見えなくなる。じゃないかな、一時的にはね、いやだからその後落ち着いたところで確かタフぐらいまで行ってたんじゃなかったっけ、3号、うん、まあその可能性あります、ね、3号はですね、もともとタフ行ってたんですよ、それでやったんですよ、やらざるを得なかったの、うん